鴨川農水産加工グループの、代表の岸と申します。よろしくお願いします。後ろに見えるのは、伴走者の長島さんです。美濃加茂産本物子の誕生に向けてということで、私たちのテーマは地元の農村資源を活用した新しい特産品の研究開発でございます。前に、お持ちしているのは、孵化から2、3週間経ちました鴨野の大地で平成17年から脈々と命をつなげてきた、本物子の稚魚でございます。この稚魚が、10月の終わり11月になりますと約10センチの体長になりまして、佃煮になったり、塩焼きになったりして市場に出回ります。現在までの取り組みでございますが、今年の秋の、美濃加茂産の本物子の誕生をいたしまして、オリジナルメニューですとか生産設備の充実ですとか販売体制の、強化など、具体的な準備を進めております。ちょっと飛んでしまいましたが前のは江梨の、かやぶきの屋根かな、その大変な方がお見えになって、一緒に農村支援の活用について、共通の志のものがたくさんありましたので、意見交換をして、変えられたという場面でございます。これが、養殖池となっております水田です。これ2月頃ですけど、2月3月ですけれども、水田に、養殖できるような部分を作ったり、親池の水槽、孵化する水槽を清掃しているところでございます。これが4月になりまして、水温が15度に上がってきますと孵化が始まる、産卵が始まります。で、15度の水温で、約と7、8日で1週間ほどで、卵が孵化するわけでございますが、これは白の木にびっしり卵を産んだところでございます。これが孵化した、下にほこりでこのままっとした1、5ミリぐらいの、生後、1日2日というところでございます。1日2日経ちましたらお腹の中に持っておる卵がなくなりますので、いよいよ田んぼへ持ってくるわけです。田んぼへ持っていって、放流しているところでございます。下にありますのは一緒に生産しています、マコモダケの苗でございます。去年1年、活動を通じましてやはり、加工品の味とそれからパッケージとそれからデザイン、機能性、目を引くパッケージ、美味しい、加工品、これが本物子を生産した上での第6次産業生産加工販売までやっていくについて最後の出口として非常に重要だということがよく分かったので、今はいろんなパッケージを集めましてどんなふうに持っていくか研究しているところでございます。おかしいな。そして今年はその本物子の養殖に今全力を注いでいるところでございますが、それからパッケージを、企画して、製品化したいと、それともう一つは、技術講習会を、講師の先生に来ていただいて行いたいと思っています。後ろの座ってみます伴走者の長島さんからちょっとこの授業のコメントをいただきたいと思います。よろしくお願いします。すいません、失礼します。前にいるのが、昨日私立ち会いましたが水田に放流した、本物子の稚魚です。美濃加茂で生まれましたから美濃加茂産の本物子です。これがですね11月に、成長してそして出荷すると、皆さんの口に入るのももうすぐだと思いますので楽しみにしてください。私も大いに期待しています。すいません。ということで、今年25年度には、水田での収穫漁獲高100キロですので、キロ3000円で流通します。
30万円のご清聴ありがとうございました。